ほう、なるほど。確かにうまいな。どうだろうか、井野谷さん。そうですね。この味でしたら何も問題はないと思います。リヒテナウアーさんはどうだろう。おせんべい、とても美味しいです。香ばしくて、とても素晴らしいおせんべいでありますよ。では決まりだな。この品質であれば、せんべいをお茶受けとして仕入れよう。それに、必要があれば売店に置いてもいい。本当ですか？ありがとうございます、源十郎さん。ありがとう、おじいちゃん。気にするな。情けや付き合いではない。ちゃんと味で決めたことだ。きっと他の旅館でも喜んでもらえると思いますよ。ありがとうございます。ちなみにね、そのおせんべいはお兄ちゃんが焼いたんだよ。すごいでしょ。なんと、マスオミがこんなに美味しいおせんべいを。そうか、マサオミがな、すっかり和菓子屋の人間だな。まあ、打ち込めるものがあるのはいいことだ。これからも精進するようにな。説明しに行ったところ全部で好評だったんだもん。今後ともよろしくお願いします。とはいえ、任せっきりにもできないし、私も焼き方を覚えないといけないかも。じゃあ私も覚える。お店のお手伝いをしたいから。ありがとう、小春ちゃん。でもあれ結構難しいんだよね。私試しに1枚焼いてみたけど全然うまくできなくて。そうなんだ。何かコツってあるの？麻婆。それって、麻婆も思い浮かべてる人がいるってこと？そうなの？お兄ちゃん。負けちゃったか。まあ仕方ないよね。あ、そうだ、私まだ少し回るところがあったんだ。お姉ちゃん。それはおせんべいとは別件だから、私一人でいい。だから気にしないで。じゃあね、あとはよろしく、小春ちゃん。お姉ちゃん。うん、ありがとう。ううん、こっちこそ。ありがとう。